家計簿の始め方についてご相談いただいてますね。大事なポイントを知りたいですということですね、ビギナーの方です。ビギナーの場合、参考サイト、まあ、あと家計簿始め方コツを知りたいということなんですけども、家計簿とにかく続けられるということが大事です。というのは、全てですね、網羅、支出を網羅して可視化することが目的ですので、まず一旦ですね、1ヶ月でもいいので必ず続ける。そのためにですね、続けられるものとしてやっぱり手元にあるスマホでできるアプリですね、まあ、書いていくっていうとなかなか習慣化しない人もいますので、あのマネーフォワードとかですね、使いやすいアプリ、まあ、あなたの使いやすいアプリでいいと思うんですけども、これをあの見つけていただいて続けていただくと。そしてあの支出をですね、全てあの明確にして、そのですね、下から2割の部分があの優先順位をつけるんですね。で、優先順位つけた上で、下から2割がですね、あなたの無駄な部分ですので、そこを削る。あとは固定費を削るというところですね。